はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、エキスパですね、悪の正気バニラアイスですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。まあどこかで見たような構成だとは思うんですけども、一応微暴録として出させていただきます。ステータスはご覧の通りです。ではですね、アビリティ見ていきましょう。まずはメインアタッカーでありリーダーですね、タロスケ、勇気の産物、俺が戦うぜ、そして壁コンをつけてます。そしてジョウスケですね。ジョウスケは先導パワー、生命時期、リスカーズですね、完全にサポート役として入れてます。そしてシーザーですね、降臨シーザー、初動移動距離ブーストですね、そして怖くないぞ、怒りの5連撃を入れてます。そしてサブですね、控えにはリーバスですね、波紋の治癒、援軍スキルゲージ回復、そして特殊の方のスキルゲージ回復を入れてます。まあ、スキルゲージに関してはほとんど使わないですけどね、波紋の治癒は使う可能性はないですね。そんな感じですかね。多分使わないと思います。そして、フレンドにはですね、無駄量を迎えてます。では行きましょう。初日にねクリアできたので、なんとかですねアドバイスいただきながらクリアしましたので、まあ今日もクリアできたので余裕を持ってできると思います。まあ結構カットインが長いんですけどね、いっていきましょう。カゲディオですね。カゲディオは、エリアスキルが恐怖ですね。移動距離 50% のダウンを与えるですね。大進せれば味方のヒット数が5ヒット以上いかなかったら味方全体にダメージです。そしてバニラアイスですね。耐久不能になると適正力全体の HP を全回プラス攻撃力 1.5 倍ですけども、まあそこまでね、考えることはないような感じです。サクッと終わっちゃいましたんで、はい、あまりゲージは溜まってませんが、はい、大丈夫ですね。次行きましょう。はい、どんどんゲージを溜めていきます。ではですね、見ていきましょう。近くでスマッシュするとカウンター攻撃でスマッシュの発動を止めるですね。運動ですね。で、ジャック・ザ・リパーですね。エリアに入った恐怖ですね。エリアスキルが恐怖。エリアに入ったユニットに対して移動距離 30% のダウンの効果を与えています。そしてアビリティ、メスのばらまきですね。接触攻撃を受けると、メスを周囲にばらまいていきます。そして毎ターン、メスばらまきがあります。で、フォーエバーですね。猿ですね。壁に接触すると、ダメージを与える。再起不能になると解除効果が解除されるですね。そしてサンタナですね。吸い取る肉片ですね。接触攻撃を受けると肉片をばらまき入れるとダメージを受けます。そしてジョナサンですね。北風がバイキングを作った。接触攻撃を受けると適正力全体の ATK 攻撃力を 1.5 倍プラスダメージを3分の2にしていきます。まずは邪魔な、ナイフを処理します。ちょっと強すぎか。ちょっと強すぎでしたね。強すぎでだ。想定外の強さ。いやー、無駄利用は想定外の強さでした。ありがたいんですけどね。いやー、もう倒しちゃうことヒヤヒヤしました。さあ難なく終わって次の増援ですね。さあ見ていきましょう。 ACDC ですね。エリアスキル恐怖ですね。エリアに入ったユニットに対し移動距離 30% ダウンの効果を与えてきます。そして、このコマンドスキルはいいですね。アビリティ、行動の先読みヒットされるために自身の行動カウントが1減っていきます。そしてミドラーですね。コードはダイヤモンドと同じ。接触攻撃を受けると適正力全体の防御力がアップし、被ダメージを2分の1にしていきます。そして不動の精神ですね。自身の重さをアップしていきます。そして ZZ ですね。デッドヒート登場時、適正力全体で移動距離アップとコンボ数を2倍にしていきます。ですが、まあ、関係なく上介で突っ込んじゃいますと思ったらずれた。まあ倒しきれるのでね、問題ないでしょう。いろいろアイテムがばらまかれております。はい、では見ていきましょう。バニラリオバニラですね。苦痛エリアスキル苦痛ですね。エリアに入ったユニットに対し2万ダメージを与えていきます。そしてアビリティ読み替えるがいい登場時、自身の ATK を 1.5 倍にしていきます。そしてカウントリミットが3以上になると行動カウントを0にしていきます。まだ2なのでね、無駄に動が動いても大丈夫ですね。シーザーですね。コンボシャボンですね。コンボ数に応じてシャボンをばらまき触れると接触移動停止足すダメージですね。そして俺だってなんとかしなくちゃなーですね。死亡した時にスキルゲージをヒット数分減らしてきます。そしてワンチェンですね。6散布毎ターン終了時範囲内のユニットへ 120% のダメージを与えていきます。猛毒散布ですよね。ドッキー散布ですね。次は移動終了時に全範囲に 100% のダメージを与えていきます。そして毒薬瓶ですね。設置毒の入った瓶を設置していきます。そしてブラホールですね。ブラックをですね。再起不能になると適正力全体にコンボ数プラス3を与えていきます。そして77に組手ですね。登場時フィールドに、キリンを3つ設置していきます。設置すると重さ&移動距離ダウンです。ではですね、いろんなのをアイテムをなくしていきます。さあそしてこのまま、ディオバニラにちょっと苦痛を受けますが突っ込んでいきます。突っ込んだら連打です。あ、倒しましたね。よかったよかった。さあサンブスが思ってくれました。はい、では見ていきましょう。ロギンズですね。呼吸のリズム。ロギンズの HP が 50% 以下になると適正力全員の移動距離を 1.5 倍にしていきます。コンボ数プラス2ダメージを 30% ダウンカットしていきます。そして意志の継承ですね。再起不能になると適正力全体の HP を全開していきます。チャカですね。カウンター接触攻撃を受けるとカウンターダメージを与えていきます。そしてアラビアファツですね。灼熱の太陽移動距離移動終了時に全範囲に 250% のダメージを与えていきます。そしてワムーですね。コマンドスキルはいいですね。アビリティ戦闘の天才 HP が 50% の以下の時に移動距離2倍コンボ数2倍コンボ数は足す2ですね。重さアップしていきます。そして1分だけお前にこのワムーと戦う時間をやろうですね。ヒットされるために自身の行動カウントが2に減っていきます。まあこれはカウンターが入らないようにちょっと気をつけなきゃいけないので、あえて逆方向してここで連打。ですね。これでなんとか倒しきりました。サムスが持ってきました。そして振ってきたのがメシーナ。ゲージが増えていきますね。見ていきましょう。メシーナ、鍛えた呼吸。メシーナの HP50% を下回ると適正力全員の ATK を80% アップしていきますね。そして1の継承ですね。再起不能になると適正力全体の HP を全開ですが、まあ1人なのでね、もう上介の CS で終わりです。はい、では3ラウンドですね、見ていきましょう。見ていきます。ベネスティダービーですね。自宅エリアに入ったユニットに対して3ターンの間、行動カウントが増やせなくなる効果を与えています。そしてコマンドスキルはいいですね。アビリティショックだったろうですね。接触攻撃でダメージを受けるとスキルゲージが2減っていきます。そしてカウントリミットが行動カウントが5以上になると自身の行動カウントを0にしてきます。そしてダニエル・J・ダービーですね。こう範囲内の敵に対して、これはコマンドスキルですね。アビリティですね。グッド。登場時、適正力全体が受けるダメージを 60% カットしていきます。そして再起不能になると効果が解消されます。カウントリミットですね。行動カウントが5以上になると自身の行動カウントを0にしていきます。はい。で、ケニジーですね。迷路の幻覚ですね。ステージが広大な迷路に変わり、敵と味方が移動距離に移動時に壁に接触せずに貫通するようになると NG が再起不能になると効果がなくなってきます。まあ、ここでね、攻撃力が、足りないという方は、わざと、テレンスですね。テレンスを残すようにしておけばいいんじゃないかと思います。産物を乗せるためにですね。ただ私の場合は倒しきれてしまうので、あえてっていうところですかね。まあそういうことはせずにっていう感じですね。終わります。さあ問題のが降ってきましたね。なぜさっきそのようなことを言ったのかと言いますと。まあ、ご覧の通りウンドゥールがいるんですね。で見ていきましょう。ウンドゥールから見ていきます。シュートヒムですね。近くでスマッシュを発動するとカウンター攻撃でスマッシュの発動を止めています。そして反射音探知ですね。これですね。このスキルを持っているユニットがフィールドにいる限り10コンボ以上で1ヒットごとにカウンターダメージが発生する。これが面倒ですね。これで倒しきれるかどうかでかなり変わってきます。そしてですね、落としてアキラ、コマンドスキルはいいですね。アビリティ、俺は反省すると強いぜですね。行動カウントが4以上になると自身の行動カウントを0にする。さらに ATK を 1.5 倍にし 30% の確率で接触攻撃を回避していきます。なんとしても行動カウントはカウントリミットはしたくないですね。そしてバニラアイスですね、この腕が俺を刺した悪い腕かですね。近くでスマッシュが発動するとカウンター攻撃でスマッシュの発動を止めていきます。まず足を奪ったですね。同情時味方勢力全体の移動距離を3分の2にしていきます。そして奇襲ですね。同情時自身の行動カウントを0にして先制攻撃を行っていきます。そしてアレシーですね、セトシンの術ですね。アレシーがいるとスマッシュ範囲が4分の1になってきます。そしてユカコですね。絶対に挨拶してみせる。登場時味方勢力全体のスキルゲージのたまりが5分の1になっていきます。そして英語の試験16点、16ヒット以降のダメージがゼロになってきます。まあ、ここはもう、何も考えずいけるんですね。カウンターがいないのでもう倒しちゃったので、まあね、倒せるってね、ウンドゥールが倒せるって分かったらもう何も気にせずできるっていうのが楽ですね。さあ、そしてゲージは3ゲージ溜まっております。はい、ではですね、光一くんですね、アビリティ、君に僕を捕まえることはできないですね。死亡した時にスキルゲージをヒット数分減らしていきます。そして、音を貼り付けですね、接触攻撃を与えると ATK と移動距離をダウンしてきます。そしてアヌビスシンですね、コマンドスキルですね、アビリティ 100% カウンター、接触攻撃を受けると受けたダメージをそのままカウンター失効して跳ね返していきます。でですね、もうドラララーといきましょう。もう連打で終わります。スキルゲージを奪われて、なぜか発動、急に闘志が湧いてきそうぜ。さあ、そして4ラウンドですね。これもあまりなかったような気がするのですが、さあ見ていきましょう。ゼペリですね、石の継承、最近不能な分敵勢力全体の HP を全開ですね。そしてバニラアイスですね、空間コマンドスキルですね、アビリティカウントリミット、行動カウントが4以上になると自身の行動カウントが0になります。そしてこの腕が俺を刺した悪い腕がですね、近くでスマッシュが発動するとカウンター攻撃でスマッシュの発動を止めていきます。そしてまず足を奪ったですね、登場時味方勢力全体の移動距離を3分の2にしていきます。そしてディオですね、光る投法ですね、接触攻撃を受けるとカウンターダメージを、そして、接触してきたユニットの移動を停止させていきます。そしてシュトラハイムですね、再起不能になると、超自爆ですね、再起不能になると自爆して範囲内の味方ユニットに瀕死のダメージを与えています。まあ、死ぬことはないのでね、なんとかいけるんじゃないかなという感じですけども、もう倒しちゃいましたね。で、ここで発動しておきたい。うまく隔離できましたね。よかった、誰もダメージを受けなくて済みました。はい、増援ですね、見ていきましょう。カーズですね、エリアスキル恐怖、エリアに入ったユニットに対して移動距離で、80% ダウンの効果を与えていきます。そしてならぬアビリティですね、ヒットされるために自身の行動カウントが2減っていきます。究極生命体の力、移動終了時にスキルゲージを0にしていきます。そして創造生物の猛襲ですね、移動終了時範囲内に固定3万ダメージを与えています。もういい極悪ですね。そしてタルカスですね、チェーン首輪デスマッチ、登場時に味方勢力全体の移動距離を3分の1にしていきます。77人組手、登場時フィールドにキリンを3つ設置する、接触すると重さ&移動距離ダウンになります。そして不動の精神ですね、自身の重さをアップしていきます。慶長ですね、全体戦闘体制、登場時、敵勢力の ATK を 1.5 倍にしてきます。そしてカウントリミット、行動カウントが5以上になると自身の行動カウントを0にしてきます。そしてこれが問題ですね、死亡時にコンボ数カウンターですね。再起不能時に、コンボ数分のカウンターダメージを与えてきます。そして予告通りは気分がいいですね。味方のユニット数が、ヒット数ですね。ユニットではないですね。味方のヒット数が4ヒット以下ならスキルゲージを0にしていきます。そして狭間ですね。ターゲットカウンターですね。接触を攻撃を受けると一番 HP の高いユニットに味方ユニットに、ダメージを与えていきます。なのでここは安易にファイアボムとかでね、アイテムを没収しようとすると、ヒット数以下0スキルゲージを0にしてきますので、ここはもう素直にドラドラいきたいですね。まあもうこれでね関係なくいけるので、さあそしてこれでカウンターコンボ数カウンター死亡しコンボ数カウンターいけますけど、定石がいるおかげで無傷で終わります。はい、ではですね、定石ですね。貴様はこれも計算のうちからジョジョというですね、死亡した時にスキルゲージをヒット数分減らしていきます。そして行動の先読みですね。ヒットされるために自身の行動カウントが1減っていきます。そしてですね、ドノバンですね、カウンター接触攻撃を受けるとカウンターダメージを与えています。次にですね、サボテンに突き刺さるぞですね、接触をすると、ダメージを受けるサボテンを設置していきます。ただし、味方の波紋使いがサボテンに触れた場合はサボテン周囲の敵にダメージを与えていきます。もうここはね、定助で即 CS 打ち2回ぐらい打ちますね。おっと目論見みが外れたぞ。回復瓶をね取ってもらおうと思ったんですけど、そうはいかなかったようです。ですが、定助のおかげで全開しました。